今日のメニューは南フランスのニースをイメージして作られた一品、ニース風サラダを作ります。それでは調理スタート。皆さんこんにちは。今回は夏がに合う港町のサラダを作ります。材料はレタス、トレビス、ジャガイモ1個、キュウリ1/2、ブラックオリーブ、アンチョビ、ゆで卵1個、マヨネーズ 5g、バルサミコ酢 15ml、オリーブオイル 15ml、塩、水1リットルです。まず、キュウリを縦半分に切って、太めの半月板にします。切ったキュウリを塩ひとつまみとマヨネーズで和えます。出来上がりはこのように。次に4等分したじゃがいもと水、塩 5g を入れて中火で約10分茹でます。茹で上がったら冷ましておきます。茹で卵は浸かるくらいの水に卵を入れて火にかけ沸いたら中火で10分茹でます。半熟ではなくしっかりと火を通しましょう。最後にドレッシングを作ります。今回はお酢と油が1対1の割合で作ります。バルサミコ酢と塩 1g を入れてよくかき混ぜます。塩が溶けたら油を加えてしっかりと混ぜます。とろみがつけばいい具合です。食材の準備ができたので盛り付けます。今回のニース風サラダは知っている方も多いと思い紹介しました。ニースはパリに次いで人気の観光都市です。紺碧の地中海に面した温暖なコートラジュール地帯の中心です。そんなニース風サラダはサラダリオネーズと並びフランスを代表するサラダで世界中で食べられています。そのルーツは初夏から夏に作られる郷土料理です。地中海ではマグロ漁が初夏に始まります。またアンチョビの原料カタクチイワシも初夏が最盛期。漁港の一面を持つニースでは夏の海産物を旬の夏野菜と食べる習慣があったそうです。ちなみにサラダの語源はラテン語で塩を意味します。生野菜に塩を振るのがサラダの原型です。ニース風サラダ完成。アンチョビがいいアクセントになっていてとても美味しかったです。ぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。ご視聴いただきありがとうございます。皆さん高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。